皆さんこんばんは、大貫健翔です。こんばんは、今泉健子です。はい、ということで、そういうふうに言うの今日で最後じゃないですか。ねえ、寂しいわ。寂しい感じがしますけども、さあ、それじゃ あロンドンのホットニュースですね、ご紹介したいと思いますけれども、まずはですね、ジョージ・マイケルの話なんですけれども、ロンドンのアールズコートでね、5日間にわたるコンサートがですね、まあ、大盛況だったというジョージ君なんですけれども、最終日の15日にはロンドンのレコーディングスタジオでパーティーが行われたそうです。これにはクイーンのロジャー・テイラーとかですね、ジョン・ディーコン、それからボーイ・ジョージとかトマンサ・フォックス、ブロースとかいったですね、まあ新旧の人気者たちがですね集まって、祝福したということです。さあ、そしてもう一つなんですけども、スミスのジョニー・マー、元ね、元スミスのジョニー・マー、彼は現在ソロアルバムのデモテープ作りをしているということでね、これがちゃんとした形になるのがいつのことか分かりませんけれども、まあファンにとっては非常に気になるところじゃないかと思います。以上のようなニュースが2つほど届いております。今日はですね、懐かしいナンバーをご紹介していきたいと思いますね。まずは第1回全トップ40のオープニングナンバーでした。聞いてください。ニック・ローで恋する2人、クルエル・トゥ・ビー・カインド。でこれがそうだったんですか。私も曲は覚えてましたけど、オープニングナンバーってことはね、79年最高位が12位ということでね、まず今日は懐かしいナンバーをですね、皆さんに何曲かまず聴いていただきたいと思います。さあ、続いての2曲目です。2曲目はシンリジーのフィル・リノットが第1回のインタビューアーティストでした。聴いてください。シンリジー、 Are you ready?これも懐かしいという感じがしますけれどもですね、まあ、残念ながら、まあ、皆さんよくご存知だと思いますけども、このシンリジーのフィルさんはですね、87年ということは、そうなんですね、なんか亡くなっているということなんですけどもね、彼が第1回のインタビューアーティストだったんですから、まあ、まるでこの後の番組のような構成になってましたね。そうですね、この後の番組なかったからと、ね、なかったからね、あの新参者ねなんか言ってますけど、さあ、続いてもう1曲いきたいと思います。 Hey you don't watch thatWatch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step close! これはすごかったですね。ツートーンのブーム、私なんかも一末模様ですね。ハンカチまで持ってましたけども、マッドネスなんですけどもね。それではご紹介しましょう。ワンステップビヨン。
これも本当に懐かしいという感じがしますけれども、79年だったんですね、もうかれこれ9年前、もう10年と言ってもいいんですけれども、パンクブームのすぐ後にこのツートーンの、ブームがありましたけれどもね、マッドネスは代表的なこのグループなんですけども、スペシャルと並んでね、この初ヒットワンステップビヨンドから16曲連続トップ10級ヒットを放ったという、まあ大人気者、現在も復活して、活動中なんですけどね。というわけで懐かしいナンバー3曲ね、メドレー的な感じで、お届けいたしました。バッドボーイズ4月1日発売のシングルはザ・ツイスト、ボーカルはアド・ツイスト帝王チャビー・チェッカー、担当ディレクターの工藤です。みんな俺とツイストしようぜ。ラジオ日本がお送りしているゼートポーティー、さあ今週の特集は今泉さん、はい、何でしょうか。まあ、最後ということで好きな曲をかけたいなと思ったんですけれども、うん、好き放題、好き放題でもちょっとね、うん、前衛ならではの好き放題、前衛ならではの、もしかしたらみんな知らないよっていうアーティストも登場するかもしれない。それは何、あまりにも古すぎて、あまりにも売れなすぎて、売れなすぎてということで、じゃあどんなアーティストが出てくるか、今泉先生の懐かしの好き放題、マイナーもあるよくわからない前衛ヒット集ということでね、お楽しみいただきたいと思います。さあそれではですね、7月2日付の前衛チャートをご紹介しておりますけどもですね、このチャートは毎週イギリス BBC 放送が発表しているもので、日本ではミュージック、それからテレビではトップオブザポップス、ラジオの UK トップウォッチで使用されているイギリスで最も気になるナショナルチャートなんですけども、今までリンさんがですね、ずっと、まあ、ここのところやっていただいたんですけども、実はリンさんも今回で今泉さんと運命を共にするということでね、一蓮托生とはこのことなんでしょう。難しい四字熟語ですけれども、ということで、長いこと本当にリンさんね、ありがとう。私も会ってね、何回かお話ししましたけれどもね、うん、でも会話したのね、会話したんです、英語でね、もちろんね、オッケーかな感じで、じゃあちょっとその辺のリンさんのメッセージも入ってると思いますんで、最後です、本当にどうも長いことありがとうございました。 Hello, here are the top 20 charts from London this weekBut I'm afraid this will be the last time you'll be hearing from me, but I have enjoyed it very much. Here are the top 20 singles. Still at number 20, Car Wash, Is It Love You're After, Rose Royce. Down from 12 to 19, Got To Be Certain, Kylie Minogue. Up from 32 to 18, Maybe We Should Call It A Day, Hazel Dean. Up from 31 to 17,I Will Be With You, to Powell. Up from 18 to 16, You Have Placed a Chill in My Heart, Eurythmics. Up from 21 to 15, Tougher Than the Rest, Bruce Springsteen. Up from 17 to 14, Whap Bam Boogie, Matt Bianco. Down from 11 to 13, Chains of Love, Erasure. Down from 7 to 12, Voyage Voyage, Desireless.Up from 36 to 11, Nothing's Gonna Change My Love For You, Glenn Madeira. This week, 17th, 31st から大きくアップ TPOW で I Will Be With You。
Foot Power で I Will Be With You でした。Let's go! All the people on the left, what band boogie. All the people on the right, pull the loop. All the people on the left, what band boogie. All the people on the right, pull the loop. All the people on the left, what band boogie. All the people on the right, pull the loop. All the people on the left, what band boogie. All the people on the right, let's go! 今週14位です。17位から3アップ、 Don't Blame It on the Girl がチャートにしてましたけど、 B 面の方が好評だったようですね。マット・ビアンコで What Bam Boogie。ビアンコでワープバマンブギーでした。それでは20位から11位まで改めてご紹介しましょう。今週20位は変わらずです。ローズロイスのカーウォッシュ、そして Is It Love You're After。今日ね、いろいろとほら後半にかける曲を探してたのよ、はい、レコード棚で、はい、このローズロイスのシングルが出てきて、うん、この Is It Love You're After と愛のチェイサーっていうタイトルでね、うん、出てたの。日本では見つけちゃった。いつ頃出たんですかこれ。だから78年とか9年とか、そうなんだ、うん、そのぐらいじゃない。でも前衛の時にかけたような記憶があるから、うん、79年以降かな。そうかな、ええ、うん、あ、そう、今日たくさんお便り来たの。思い出したように、ね、でも大貫さんね、はい、あの励ましのね、あの私はたくさんいただいたんですけども、はい、大貫さんの励ましもしたいということでね、はい、来てた子がいるんだけれども、うん、一人ギャグもいいんじゃないですかって言ってたわ。あら、一人フォローするんですか、うん、それで。そう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 、俺なんかちょっと今練習しといた方がいいかもしれないよ。うん、難しいな。難しいでしょ、うん、このあれだよ、この段階まで来てそうやって新しい芸風を身につけなきゃいけないの。そうや、大変だわ、そら。ねえ、ね、ありがたみが分かった。いや、ありがたいっていうかなんかね、うん、まあとにかく前に何も人がいなくなるってのはなんとなく寂しい感じが。じゃあ私のなんか等身大の人形かなんか置いとこうか、うん、それだけはやめようかと思ってたけどね。そう、はい、うん、19位は12位からダウン、カイリー・ミノーグの Got to be certain。 18位は32位からアップ、ヘーゼル・ディーンの新曲で Maybe。 17位は31位からこちらも大きくアップ、トゥパーの I will be with you。 16位は18位から2アップ。そう、トゥパーはお主さんが好きなのよね、急にね。いや、ちょっといいなと思っただけで。そうね、うん、はい。ユーリズミックスの You Have Placed a Chill in My Heart が16位です。15位は21位からアップですね。ブルース・プリングスティーンの曲が上がってまいりました、はい、ヨーロッパでほらコンサート間もなく始めるとか、うん、始まってるとかっていう感じじゃない、うん、ねえ、もうすぐイギリスにも行くんでしょう。そうですね。The Father and the Rest、これが15位。14位は17位からアップ、マット・ビアンコの Warp Bum Boogie。13位は11位からダウンですね。結局最高位11位でした。イレイジャーのチェーンズオブラブのリミックスバージョンが13位。12位は7位からダウン、デザイアレスのボヤージボヤージ。11位が36位から大きくアップですね、この間日本にも来ましたけれども、グレン・メデロスの Nothing's Gonna Change My Love For You、これが11位でした。はい、マット・ビアンコはね、あれだよね、AB 面が逆になったということらしいんですけどもね、こっちの方がなんか向こうではダンスシーンで人気があるということらしいんですけど、ラップ的な感じのね、曲でしたよね。 A 面と感じがまたちょっと違ったような感じがしたんですけども、さあ、それじゃあ、今度はですね、県外ですね、40位から21位までご紹介したいと思います。県外をご紹介しましょう。40位は初登場です。マグナムで It Must Have Been Love。 39位は28位からダウンですね。アズワードの
Give a Little Love。 38位は33位からダウン、グレン・ゴールドスミスの What to see is what to get。 37位は23位からダウン、ベリンダ・カーライルの Circling the Sun。 36位は47位からアップ、 Ace Under Cross My Heart。 35位は34位からワンダウン、ジョイ・ディビジョンでアトモスフィア。34位は初登場です、エリック・ビーとラキングのコンビでフォロー・ザ・リーダー。33位は19位からダウン、ミーシャ・パリスでマイ・ワン・テンペーション。そして32位は49位からアップですね、マック・バンドフィーチャリングマッキャンベル・ブラザーズというんでしょうか、ローゼズ・アー・レッド、バラは赤い。ああこれ聞いたことない自分の書いてないですか、声があったから聞きます。31位は29位からスーダン、あこういうふうにやりゃいいんだな、一人でな、そうよ、独り言のようにね、独り言のようにね、うん、なんか老化現象が進んだおじさんみたいですけどね、うん、いいね、うん、あそう、はい、ありがとう。シャーデーのパラダイスのリミックスバージョンが31位です。そして30位は35位から上がってきました、エルトン・ジョンの I don't wanna go on with you like that。 そして29位は39位からテンナップ、ナタリー・コールのエバーラスティング。28位は15位からダウン、ティファニーの I saw him standing there。 27位は40位からアップ、インネクセスのネバーケアアスアパート。26位は13位からダウン、モリシーで Everyday is like Sunday。 25位は16位からダウン、ボイスオブ・ザ・ビーハイブで Don't call me baby。 24位は14位からこちらもダウン、アウタキカメラのサムヘアインマイハート。23位は初登場です、パブリックエネミー、ドントビリーブザハイプ。そして22位は10位からダウン、ウェットウェットウェットとビリーブラックですね、ウィザリトルヘルプと、それからシグリビングホームの両エネ。そして21位は27位から上がってきました、もうすぐトップ10に入るという感じな勢いですけども、コミナーズで There's more to love。 さあ続いて、続いてじゃないや、いつものように何曲か聴いてもらいましょう。27位です、40位からアップしました、インネクセスです、ネバーテアアスアパート。What you know is true, don't have to tell you, I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided.紹介しています。27位は40位からアップ、インネクスでネバーケアラスアパート。続いて30位です、ベテラン頑張ってますね、35位から5アップ、エルトン・ジョンで I don't wanna go on with you like that。Be a feather in your cap.
ということで県外をご紹介したわけなんですけどね、エルトン・ジョンの I don't wanna go on with you like that というのがですね、30位の頑張ってそういう感じがします。以上、県外40位から21位までご紹介しました。ラジオ日本がお送りしている Z トップ40、それではいよいよトップ10の発表です。 Up from 26 to 10 Fast Car, Tracy Chapman。 Down from 5 to 9 Wild World, Maxi Priest。 Down from 2 to 8 Doctor in the TARDIS, Time Lord。 Up from 24 to 7 Push It, Tramp, Salt and Pepper。 Up from 9 to 6 Breakfast in BedUB40 with Chrissy Hynes. Up from 6 to 5, Tribute, Right On, Pasadena's. Up from 8 to 4, In the Air Tonight, Phil Collins. Still at number 3, Boys, Summertime Love, Sabrina. Up from 4 to 2, The Twist, Yo Twist, Fat Boys and Chubby Checker.And still at number one, I owe you nothing, bro. これはお主さん好みの女性ですよ。ファーストカーでした。今週6位です。9位から3アップ。UB40 とクリッシー・ハインドで Breakfast in Bed。9位から3アップ UB40 with クリッシー・ハインドで Breakfast in Bed でした。そして今週の1位は2週連続ナンバーワンブロスで I owe you nothing。沼田がね、この間、帰ってきましたけどもね、はい、とにかくすごいですからよろしくお願いしますってもう、はいつくばるように言ってましたよ、本当に。ね、はいつくばる人とはいつくばらない人がいるっていうね、人なんですよね。あの人ほら、人をそうやって見るじゃない。ねえ、じゃあ今泉さんは私ははいつくばるでしょ。誰、私に対して。そう、米付きバッターにならない、かつての伊藤清則のように。そういう姿を見てみたいもんですね。そうですか、はい、関係ないですね、皆さんにはね。はい、関係ないです。それではトップ10ご紹介しましょう。はい、咳き込まないでね。はい、ちょっとね、一人で喋ってるとき咳き込むと大変よ。だから一人で咳き込むといいじゃないですか。じゃあどうやって殺すの。あはーってなんか言いながら
適当にまたファッとね。心配だわ。心配ですね。はい。はい、今週10位は26位からアップ、トレイシー・チャップマンのファーストカー。はい。9位は5位からダウンですね、マキシープリストワイルドワールド、うん、8位は2位からダウン、タイムローズのドクター・イン・ザ・タルディス、はい、7位は24位からアップ、ソルト&ペッパーのプッシー、6位が9位から3アップ、じわじわと上がってきました UB40 with クリッシー・ハインドのブレックファースト・イン・ベッド、5位が6位からワンアップ、ファサデナシのトリビュート、足をポリポリ書かないようにね、お主さん、4位は8位から4アップ、フィル・コリンズのイン・ディ・エア・トゥナイト、これはリミックスバージョン、88年バージョンですね、はい、で3位が変わらずサブリナのボーイズ、2位は4位からトゥーアップ、ファットボーイズとチャビーチェッカーのザ・トゥイスト、そして今週も1位がブロスで I Owe You Nothing でした。はい、そういったところで、続いてアルバムチャートトップ10の発表にいきたいと思います。アルバムチャートトップ10です。第10位は9位からワンダウン、サーデーレストランガーザンプライス、9位は8位からダウン、ダーティーダンシングのサウンドトラック、そして8位は6位からダウン、ベリンダーカーライルのヘブンオンアース、7位は先週と同じ7位です、ウェットウェットウェット、マップテンサーデーチャート、6位は3位からダウン、クリスマスマッサンのインザナイト、前は1位からダウンですね、ナイトオフライス、マリアスアーティス、4位は初登場というのですね、スティーブ・ウィンウッドのニューアルバム、ロール・ウィズ・イット、これがまた渋いんだよね。そして3位は今曲がかかっていますけども、こちらも初登場、ニューエントリーですけども、ビリー・アイドルでアイドル・ソングス11 of the best、 要するにベスト LP ということになりますね。そして2位は5位から3アップ・ブロスのプッシュ、そして1位は私が当然気に入るだろうという女性の、2位から1位になったんですけどもですね、トレイシー・チャップマン、果たして僕顔まで知らないんですけども、どんな人なんでしょうか。スヌーピーさっき似顔絵描いてくれたんですけど、あまり私の好みじゃなさそうな顔を描いてくれたんですけどね。さあ果たして、でもナンバーワンね、ナンバーワンだからってことね、僕の場合はそういうの関係ないから、あ、ね、足が長いか長いか短いか、まあ、色っぽいか色っぺいかね、そういうところがやっぱり評価の対象になります。さあ続いていきましょう、インディーチャートのシングルトップ5です。インディーチャートシングルトップ5です。5位は先週と同じです、5位です、ニューオーダーのブルーマンディ1988、4位は6位から入ってきました、ジョイディビジョンのアトモスピア、3位は先週と同じ、カイリー・ミノグのガッツ・ビー・サータン、そして2位も先週と同じ、イレージャーのチェインオブ・ラブ、そして1位も今使ってますけどもね、同じですね、3週連続ってことになるんですけども、タイムローズのドクター・イン・ザ・タージ、以上がインディーチャートシングルトップ5でした。パリから登場したニューアイドルはオフランスの15歳キュートな女の子、バネッサ・パラディ・ザンス。バネッサ・パラディデビューシングルは夢見る城、夢見る城、そしてもう一回夢見る城、絶賛発売中。